7月30日、チェコのオストラバで世界陸連は、室内ツアーゴールドのチェコ室内が行われ、男子60メートルに出場したキリュウヨシヒで、日本生命が6秒53の室内日本新記録で優勝を飾った。従来の日本記録は19年に川上拓也、大阪ガス、サニブラウン・アブデル・ハキーム、フロリダ大、ゲン、トーレ、 がマークした6秒54。気流は22年の日本選手権以降に休養を取り、昨シーズンに復帰。5月の木並記念で10秒03をマークしたものの、続く成功ゴールデングランプリで左脚の肉離れを起こして、6月の日本選手権は欠場していた。9月に戦列に復帰し、10月のアジア大会100メートルに出場したが準決勝敗退と、 決して満足のいく結果を残すことはできなかった。それでも、この冬シーズンは下半身を中心にフィジカル面を強化。走り方にも新たなものを追求してきたという。24年の初試合となった今大会では予選で鋭い出足から6秒55と好タイムをマーク。約40分後に行われた決勝も抜群のスタートを見せ、 200メートルで20秒02のドイツ記録を持つヨシュア・ハルトマンや、100メートルで U23 欧州チャンピオンのヘンリク・ラーション、スウェーデンを寄せ付けなかった。キリュウはレース後のインタビューで、日本新記録には満足しているし、まだまだ早く走れると思う。世界室内やパリでも良い記録が出せるようにしたい、と話し、 五リンイヤー開幕戦での好成績に手応えをつかんだ様子だった。気流にとっては17年に日本人として初めて100メートル9秒台を出した9秒98以来の日本記録更新。3月に行われる世界室内選手権、イギリス、グラスゴーの標準記録、6秒58も突破したことで、 再び世界の舞台で戦える可能性が近づいてきた。サニブラウンは19年に6秒54を出した年に100メートルで9秒97をマーク。気流としても7年ぶりの9秒台、そして日本記録9秒95の更新に向けて、最先の良いスタートとなった。